コスモス。大丈夫ですか、シオン。ねえ、教えて。ケビン先輩の言ってたことは本当なの？コスモス、あなたは私を殺すの？現在の私のシステムとシオンの生命活動に関連性はありません。しかし、システムの設計者であるケビン・ウィニコットの言葉である以上、無視できる情報とも言い切れません。現状、私はあなたの命を奪うような行動を取れないように制限されております。なぜ、あなたは私を守ろうとするの？ベクターの社員を守ることは、プログラムの優先事項として登録されています。そうじゃない。あなたは私を守ろうとしている。そんな優先事項をプログラムした覚えはないわ。シオン、あなたを守ることは最優先事項として登録されています。それをプログラムしたのはケビン先輩。わかりません。制御プログラムとは独立したコアモジュールからの直接割り込みによるものと判断できます。コア？あなたの心が私を守ろうとしているというの？心ですか？それは私にも判断できません。わからないわよね。そうよ、私だってどうしたらいいのかわからないの。別に兄さんに辛く当たりたいわけじゃない。みんなを信用していないわけじゃないの。あなたも、兄さんも、エルザのみんなだって、心配してくれているのはすごくわかる。でも、本心では、私を厄介者だと思っていないの。この宇宙を崩壊に導いた元凶、その私が死ねば、クノーシスが消えるかもしれないわ。みんな、それを願っているのではないの？怖いの。すごく不安なのよ。誰も私を救ってはくれない。みんなに見捨てられたら、私。あなたは、ずっとそばにいてくれる。一人になるのは嫌だよ、コスモス。助けて、ケビン。